晩は。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日もお疲れ様です。今日もお疲れ様です。お疲れ様です。あ、秋だ。秋だね。秋だね。秋だ。あ、今日からでしょ、そのギフト。もうチェックしましたよ。ありがとうございます。早速ありがとう。秋だね。うわー、トンボが飛んでる。秋ですね。秋の夕日に照る山の道。うわーすごい、いっぱい降ってきた。うわーすごーい。すごーい。こんばんは。リンが8時半をお知らせします。ちょっと一回ね、15分からやりきるかもって予約しちゃったんですけど、半に予約し直しましたね。通知とかで来てくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。大丈夫ですよ。ありがとう。秋ですね。秋もどんどん過ぎて冬になっちゃうんだろうなね。秋、皆さんが最近秋だなって思う瞬間はどんな瞬間ですか？瞬間ですか。あ、なるほどね。へー、おー、はーはーはー。なるほど、なるほどね。あ、秋だねって、すごい、そんなギフトもあるの。秋だね。秋だね。
なるほどね。秋だね。秋だね。秋服ってでも私どういう服着ていいか分かんなくなっちゃう。わあ、すごい。いっぱい積もらないんだね、これ。いっぱい降っても、こう秋なんか落ち葉って溜まってふわーってやるのがね、醍醐味だけど、たまらないんだ。残念。ゆみじゃ、あ、ゆみじゃだよー。かのさおりだー。確かにでも今日の服ちょっと秋っぽい色なのかなって感じです。うん。お芋いいですね。確かにね。確かにね。ね、ギフトがついて見返したくなっちゃう。素敵な色だね。秋だね。秋だね。秋ですね。秋だ。わー、すごいすごい。焼き芋はね、食べてないです。焼き芋あんまり食べる機会ないな、普段生きてて。でもね、焼き芋食べたいね、好きだし。あ、あとでニャーポッポでトップリエルネオさん乗ってますっていうのを後でツイートするので、ぜひね、もう買ってくださった方は読んだよーとか買ったよーって言ってくださると嬉しいです。まだの方はそうなんだみたいな感じでコメントしてくださると嬉しいです。ツイッターの方にね、お願いします。はーいって、ありがとう、いいお返事です、ありがとう。ぜひね、そう、買ってありがとう。じゃあぜひね、ツイッターの方に買ったよって、読んだよって、読んだ感想はこうだよってコメントくれるととっても嬉しいです、ね、やっぱ形にね残るものってね、すごく嬉しいからね。はあ、なんか10分単位ぐらいなのかなねえ。あ、すごい、見て、私が携帯をつける、消える、つける、消えるが見える。ちょっと恥ずかしい、なんかいっぱい見えちゃう。すごい、こうしとこっかな、こうしとこっかな。目に反射して全部映っちゃう。ちょっとこうしとこっかな。こうしとこう。ココアっぽい。へえ、なんだろう、何が似てるんだろう。ちょっと髪が短く見えるからかな、こうやったら。こうやったら全然あれだけど、あ、こうやってるから。何がだろう、何がだろう、何がだろうな。あ、すごい、本当に近っ近っ近っ。
目の中で電気が消えたりってしたり消えたりしてる。まだカートあるんだね。いつ消えるんだろうこれね。いつ消えるんだろう。ねえ、なんか気にしてないんだろうなきっと。ねえ、聞いてみよう。ねえ、本当にね。あと3分ということで、じゃあそろそろ団長を読もうかな。よいしょ。13位タンジさん、ありがとうございます。12位おいでます、元気さん、調査レミコーチー、ありがとうございます。11位マンチャさん、ありがとうございます。10位タケン18さん、ありがとうございます。9位カメサニーさん、ありがとうございます。8位ミキネコマミーさん、同じく追加したよ、ありがとうございます。7位ハルミンさん、時のかくみやし、ありがとうございます。6位スギヤンさん、ありがとうございます。5位トリパイタンさん、ありがとうございます。4位8月小太郎さん、あんこちゃんにサイン入ってた、嬉しい、よかった、あんこちゃんのサイン、ありがとうございます。3位くまれパパさん、ありがとうございます。2位そけんさん、ありがとうございます。1位ひらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、お話し会ね、今日も受付やってるから、よかったらぜひ、ぜひね。年内がもう完売してて、ありがとうございます。あとは鑑賞枠も全部完売したのかな、さっきまでのやつで。ありがとうございます。残るは来年の分と鑑賞枠以外の分ですね、はい、お待ちしてます。嬉しいね、ありがとう。このあと、ソニアポッパで出てますってツイートするのと、あと明日は久しぶりにね、熱血テレビに出演します。なので明日の朝、おはようございますって、今日は熱血テレビに出演しますって、そう、出ますかってね、何回も同じこと聞かないでよ出ますよ、はい、出ますよ。なので、で明日の朝もねツイートするので、ぜひ拡散とかコメントとか、お互い頑張ろうってコメントくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ねてる、あー、どうなん、もしかしたらかかってるのかもしれない、あんまりよくわからないショールームの設定、なんかここのね、でもライトはね、なんかちょっと茶色く見えるんですよ、髪の毛が。それのこと言ってるのかもしれない、それのことかな。これはなんか、あ、この電気のせいかも、フィルターとかじゃなくてかな。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよ。それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい。